はい、香川光政です。前回ファンクのすすめという話で、おしゃれフリークを取り上げました。今回はおしゃれフリークの2つ目のリフ、Cメロの部分ですね。というリフです。これもバッ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 、このスタッカートですね、バッ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 っていうのが入るので、しかも16のノリが消えないように、ドゥッバッバッドゥッバッバッデ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 ッというので、練習としてすごく、上達の、基礎になると思います。メトロノーム8分裏で1、2、3、4っていう感じで聞いて、というふうに、練習すると、とてもいいと思います。まあテンポはもちろん今ちょっと遅めでやりましたが、で、このフレーズのポイントとしては、コードが初めの弾き始めのド、この状態、これ A と Am7 と D7 がひたすら、っていう感じで繰り返されているだけです。で、この時のルート感っていうのが、これとこれなんですね。これ食ってるんですよね。なので、これ、このルート感が、薄いとハーモニー的に弱くなっちゃいます。なので、そこはしっかり出してあげて、他はリズミックな部分。あ、ごめんなさい。っていう感じで、これがちゃんと、ハーモニー的にイメージして、弾くように心がけてみてください。で、テンポ上げていくと100ぐらいだとこんな感じになります。で、1、2、3、4。まあ元のテンポもっと速かったですね。ぐらいだったような気がします。なので、この曲、まあ元の速さでできなかったとしても練習する価値すごくあるので、ぜひ試してみてください。香川光政でした。それではまた。